ジェフコブのリングネームで知られる、ジェフリーコブはアメリカ合衆国の男性プロレスラー。ハーイ州ホノルル出身。父方の祖母が熊本出身の日本人。血液型 A 型。新日本プロレス所属。グアムアマチュアレスリングフェデレーション出身。ニール・クランツをコーチとして支持し、レスリングのトレーニングを行う。 2004年、アテネオリンピックにて、レスリングの男子フリースタイル8 4ラム級に、グアム代表として出場するが、キューバのヨエル・ロメロとドイツのダビット・ビチナ・シビリニに、連敗し、22人中21位の結果に終わる。また、開会式で騎手を務めた。2009年より、プロレスラーになることを決意し、同年4月6日に地元であるホノルルを拠点とする。 アクションゾーンレスリングにてデビューを果たした。その後、同団体のヘビー級王座を3度体感する活躍を見せ、2013年よりアメリカ本土のインディー団体にも参戦し、活動域を広げていった。2015年よりルチャアンダーグラウンドと契約。12月12日、オーナーであるダリオクエトの弟という体のギミックで登場し、マタンサクエとなる覆面レスラーとしてデビュー。 同日に行われた21面アズテックオーフェア、マッチを制し、ルチャーアンダーグラウンド王座を奪取した。2016年5月20日には、プロレスリングゲリラに、初参戦を果たし、クリスヒーローと対戦したが、ハングマンズ・エルボーに敗れた。9月には、同団体が主催する、バトル・オブ・ロサンゼルスに出場したが、1回戦で、対戦したリコシェにスモールパッケージホールドに敗れた。 12月16日、マット・リドルともにヤングバックスと対戦し、ノンタイトルマッチながら、PWG 世界タッグ王者味から勝利を収めた。この一戦を機にリドルとのタッグチーム、チョーズンブロスを指導。翌2017年には、アンブレイカブル F、N マシーンズ、オイオン K、レッドラゴンといった競合タッグチームから勝利。10月20日、PWG 世界タッグ王戦として、 ルチャブラザーズと対戦。これに勝利を収めド王座を奪取した。11月6日、新日本プロレスが主催するタッグリーグ戦、ワールドタッグリーグにマイケル・エルガンとのタッグで出場することが明らかとなった。2019年4月6日、G1 スーパーカードの第1試合でネバー無差別級王座とロー世界 TV 王座をかけたタイトルマッチが行われ、ミル・オスプレイに 必殺のツアーオブジアイランドで勝利。同世界 TV 王座を防衛、同時に第24代チャンピオンとして、ネバー無差別級王座に、はじめかん。しかし、5月3日、福岡大会にて大地に敗れ、ネバーを王座初防衛に失敗した。G1 クライマックスにも出場し、ジュースロビンソン、ヤノツー、高木慎吾、大地から勝利を収めた。2019年11月、 ワールドタグリーグ2019にマイキー・ニコルスとのタッグでエントリー。結果は8勝7敗と勝ち越しでリーグ戦を終了した。2020年新型コロナウイルスの影響でしばらく来日できずにいたが9月の G1 クライマックス30出場を機に久しぶりに日本のリングに登場した。結果は4勝5敗で昨年敗れた石井智博。 ブリティッシュヘビー級王者のウィル・オスプレイ、前年度準優勝者のジェイ・ホワイト、後にネバー無差別級王者になる高木から勝利を挙げた。11月、ワールドタグリーグ2022テグレート・オーカーンのパートナー X として姿を現し、ザ・エンパイアー加入を表明した。また、リーグ戦では G1 に引き続き、高木からツアー・オブ・ジ・アイランドでホール勝ちを収め、 高木の保持するネバー無差別救王座への挑戦を表明した。ありがとうございます。